乾杯の方。今日は急なご案内でしたけれども、はい、お集まりいただきましてありがとうございました。今薗浦健太郎の会期祝いをやろうということでね、会期祝いではなかなか適当な料理が難しいものですから、これ自分の好きなやつを選ばせていただけるということで今日はここにしました。若い人が集まってもらってますけども、一番若いのは一番最初に体壊しちゃいかん ね、あとは体を大事にしてもらうようにして乾杯します。乾杯。乾杯。